日も始まりました1番です、こちらはですね1年後に解散するロックバンドというねあのロックバンドの活動をしながら、こちら鳥越あずりさんでスナックそこはもう言い慣れててほしいな。いつものセリフじゃないのそれ、ね、いやなんか何どうしたママ今日はちょっと違うんだ、スムーズに始めよう、スムーズに、はい、はいはい、ということでというわけでね、はい、はい、ご紹介的な私がスナック一番のママをやらせていただいております紳士あきこです。はい、お願いします。ママはい、一番のボーカル、ゆきたしんいちです。よろしくお願いします。簡単にまとめなって久しぶり。そしてほらほらほら、なんかあんだろほら、被害の名プロデューサーほらこの間誕生日おめでとうございます。はい、藤橋優プロデューサーほらほら、来たお願いします。拍手多い、はい、私たちと、他にもバンドディレクターがいたりだとかベーシスト、ドラムの人がいたりだとかしながらね、はい、今日ぎこちないな、今日ぎこちないな、なになになんかね、ちょっといつもと聞こえる音が違うんだよね。おっと、なにそれ、ゾーン入ったのゾーン入ってるのかも、ゾーン入ったかスタッフに、ゾーン入ってるのか、これはちょっとじゃあ今日のパフォーマンス期待です、ね、あー確かに、なるほど、そして今日なんか楽器多くないですか。そうなんだよね、確かに気になっちゃうよね、なんかすごい神々しい、俺らの友達のギタリストが死んだみたいになってますけど、いや縁起でもない大丈夫、みんな生きてるよ、今日悲しいお知らせじゃない悲しいお知らせまあ向こうの方から見守ってくれてるって聞いてます。ちょっとこの目線なんよね。スタッフさん気遣って笑いの SE ありがとうございます。はい、誰かがね、悲しいお知らせというわけではなくですね。あ、そうなんですね。今日のゲストさんにまつわる。あ、ゲストさんにまつわるものなんでは、こちらは。スナフキンみたいな。スナフキン、確かにね。スナフキンだとしたらこれはよ。これもゲストさんにまつわるものですね。そうですね。もちろんです。こんな星がさのタンバリン。星型のタンバリン。タンバリンがね。今日仕上がってないな。ちょっと今日お二人調子が悪いよ。いろいろ気が散っちゃってさ。じゃあなんかね、しんちゃんがここにいるっていうのがさ、もう何ヶ月ぶり？いやもう確かに 5月に、それこそベースのなるみさんと出て以来なので。だからね。約半年半年ぶりに帰ってきました。一番のボーカルなのに、ボーカルなのに全然前に出てこない、花もない、おい花はないわ言うなね、こちらしんちゃんの歌ってる、はい、こちらそうですよ、今流れてる曲一番ガラス、はい、これ僕の、はい、お前もや終わったしょんで終わった俺の声でした今、ね、いい曲でしたよね、確かにいい声してんだよね、おなんか最初はムカつく声だなと思ったけどやっぱなんかで今でも持ってる、今でも持ってんのかよ、で歌が上手いとかではないんだけど、まあ上手いんだけど、上手いとかじゃなくて、やっぱその味が ね本業が声優さんじゃないですか、はい、彼はそうですね、なんか最近いい仕事あったんだよね、そうです、まあ結構中国で有名になった、すごい大きい映画の吹き替えをちょっとやりましたね。三国志とか。いやちょっともうちょい現代。あ、三国志バカにしたな。違う。あの現代系の話なんですよ。現代中国の。そう。何のパクリの映画ですか。あの怒られますよ中国の方に。中国イコールパクリじゃないですから。あ、そうなんですね。違います。もうユキタが怒られればいいよ。ユキタが怒られれば私たちはそれでいい。確かに今の俺が怒られちゃうじゃんね。うん、そうだね。でもまあそういう大きいタイトルに出させていただきました。じゃあ世界にユキタ。そうですね、世界に出ました。はい。はい、なのでぜひチェックしてみてください。僕のツイッター本名でユキタ真一でやってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。めんどくさいよ。ああ出してくれた、ああ出してくれた、ありがとうございます、もうすぐ出したら、すぐ出してくれた、もう素晴らしい、これが僕のツイッターの、はい、あの公式アカウントでございますね、これのどこにどこに書いてあるの、その、あの自転車みたいなやつが公式マークですか、いや違うあれは僕バイクが好きなんで、ミニマメちゃんシーズン3、そう、はい、あれ僕アニメに今年出演しまして、あれが中国のやつ、それは違います、違うんだ、あれ違います、かけよ、そう一番かけよ、そしたら中国、いや中国の自転車じゃないです、だから、あ、そうなんだ、うん、ほらバックにバイク映ってるじゃないですか、ボックって言いかけてる僕のバックにボックって言いかけてる、僕のバイクがあそこに映ってますね、はいはいはい、あのバイクです、はいはいはい、バイクの話はいいよ、そうそう、あのあなたがここにいてほしいって書いてあのタイトル、あのタイトルの映画です、欲しい、なんか昭和な感じ、そうちょっとそうなんですよ、純愛ラブストーリーみたいな、はい、ちょっと
モブキャラとかだったり、あとはちょっとヤクザっぽいキャラクターをちょっとやらせていただきました。ヤクザ感のある。どこで見られる？ヤクザ感で行ってみて、ね、どこで見られるか。ヤクザ感で。ヤクザ感で。はい。こういう感じでやりましたね。セリフ言えって言ってんの。セリフ。セリフ言え。おい、金持ってこんかい！おら！こういう感じでやりました。何なんだっけ？前髪が腹立つ。前髪が腹立つ。ブラックジャックみたいになってんだよ。それは俺へのケチです。、うん、もうこういう役をやりましたね。はい、どこで見られるんですか？あ、もう公開は終わりましたね。ちょっとついこの間までの上映でした。お疲れした。あ、でも、いずれね、ゆきたしんいちでした。終わりじゃない。まあ、そんなゆきたくんですけど、久しぶりに来たから、久しぶりにしたから、そんなゆきたくん一番のボーカリストですけどね、はい、今日はね、はい、ちょっと僕、最近思ったことがあって、はい、一番が、仕上がりがすげえいいんすよ。この間ライブね、やって、相当かっこいいと、これはちょっと、こいつら調子乗るって思いまして、あ、やっぱ対抗馬の存在って必要じゃないですか。確かに、主人公にはやっぱりライバルがいて、初めていい物語になるということでね。確かにね、僕は休眠させていた道玄坂チェリーズを再始動させましてですね。マジっすか。え、待って、道玄坂チェリーズ2月に活動休止したばっかりなのにもう再始動？もうまあ僕の気分次第って決めてた。なるほど、うん、道玄坂チェリーズで一番を食いに行こうと、はい、お食う、そう、で僕そっちでプレイヤーやってないじゃないですか、一番。あ、そうですね、で、うん、チェリーズの方ではプレイヤーやってるんで、うんうん、出役やってるんで、そうですね、そう、まあ、どっちの方がこうなんつうの花があるか、お見してくれようかと。お、じゃ対バンしましょう。対バン。やったよ、ね、バーサス、バーサス対バン。というわけで、というわけで、というわけで、はい、本日のどうぞ。お、いいのかな、もう。だから、今日のゲストの人はですね、はい、まあ、彼のソロの活動もさることながら、もちろん道玄坂チェリーズの方でもボーカルをやってくれているという、はい、あのこう二面性を楽しんでいただけるような感じですね。そうね、全然違いますからね、ソロの活動と、うん、そうそうそう、ということで呼び込みますか。はい、呼び込みませんか。もうずっとね、これ呼び込まチャリチャリうるさい。あ、チャラチャラうるさいんだったらね、呼び込みましょう。まだだよ、まだもうね、だいぶ時間経っちゃいましたね。はい、はい、本日のゲストはですね、奥園奈央さんでーす。おはようございます。奥園奈央さんね、そうになってた、今そうになってた、奥そうに、もうあのね、私たちいつも奈央キャンって呼んでんだよね。そうですね、なのでね、奈央キャンでーす。奈央キャン、座れなくなっ、いらっしゃいませ。奈央キャン、いらっしゃい。ギター、あー、すごいすごいすごい、すごいすごい、座れないから、ここにユースさん見てる。すいません、お世話になります。お世話になります。奥園です、よろしくお願いします。奥園奈央さんが本日ゲストで来てくれました。ありがとうございます。はい、ね、はい、シンガーソングライターとして活動しつつ、はい、道玄坂チェリーズのシンガーでもある。おー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 、なんか暴れてるやつ。おーおーおー、いつもの通りだな。ちゃんとそっと置くっていうね。そうなんですよ。じゃあ自己紹介の方、ね、自己紹介を、来た。皆さんこんばんは、シンガーソングライターの奥園奈央です。ありがとうございます。主に、ね、都内で活動してるんですけどもね、はい、まあ、結構明るいポップスな歌が多いんですけど、明るいポップな歌が、はい、ぜひぜひ、まあ、Twitter とかもね、いろいろある、はい、やってるんで、結構漢字がちょっと難しいんですけど。おお、あげてくれた。ジョジョ園の園ってね、さっきね。そうですね、まあ、ちょっとジョジョ園よく行かれる方はね、よく分かってくれるかなと、はい、新宿御苑の園ですね。そっちもできます。、うん、はい、洋画で言うとバジ公園の園です、ね、なんだろうな、それ、あと広辞苑の園でも、あ、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。奥歯の奥ですね。奥歯の奥。そこも分かるから。そうなんです。はい、というわけでね、弾き語りをね、やりながらタンバリンも。そうですね、これが僕のマイタンバリンね。おー、はい、すげー、チャラチャラうるさいって言われてたけど、うるさいぞってね。置いてただけだけどな。こんな形のタンバリン、ね、揺れるとね。そうなんです、シャラシャラシャラ。これが結構僕のマイタンバリンで、結構振ってると壊れるんですよ。なんで結構この辺も壊れる。やめなさい、商売道具。ほんと足りない足りない、全然いいですよ、うん、やめろ俺やろ。うるさいうるさいうるさい、これ多分、うん、放送上はうるさいのかな。まあ
良き塩梅、大丈夫。あのそろそろ紳士父からクレームが来る。お世話になってます。こちらこそお世話になってます。見てくれてる。なんかね、お父さんがちょいちょいね、はい、おなんかそうなのよ、うん、そうなんですか、うん、お父さんビビる、ビビるのよ。誰だろう、誰だろう。なんかね、監視されてる気分になる。おうちの娘を美味しくしないとお前ら。それはやばいですよ、それは。ちょっと結構厳しいお父さん、ね、美味しくしてください。美味しくしてくださいね。そう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 、そんなことを言うてたらですよ。はいはい、紳士正則からコメントです。お父さん、お父さん、すみません。お父様、お初にお目にかかります。一旦謝ろう、一旦謝ろう。せーの、どうも、すいませんでした。あ、違う、あ、これ、これじゃないですね。はい、こんばんは。古いやつやつ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。三国志大好きです。さっきの話ね、さっきの話、中国のね。出てきてないです。いや、いや、嫌いなんですかって。お父様、お父様、あの、僕も好きですよ、三国志。ね、義、語、食のあれですよね。好きですよ、本当に。好きですよ。義、語、食に引っ張られたな。最初に罠にはまって死ぬやつの顔してる。最初の。横山光輝で言うと。あ、あの三国志の。最初に死ぬ。まだ、桃園の誓いもしてない時に。書き分けされてない顔のキャラ。モブキャラのモブキャラじゃないですか。大好きですよ。横山光輝さんも好き。あの、嫌いですかの。いや、好きです、大好きです。質問には大好きです。です、 ということで。すいません、はい、ありがとうございます。危なかったですね。ありがとうございます。はい、そして、はい、引き続きコメントいただいております京崎実さん。お、京崎実さんからコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。奥園さん、こんばんは。こんばんは。折れた鎖骨もらっていいですか。え、何ですか。折れた鎖骨をもらってもいいですか。いや、確かにね、鎖骨、え、今折れてる。もう今ナウです、これは。え、はい。どうしたの。初めての方びっくりされると思うんですけどね、はい、まあ、ってか、まあ、正確に言うと鎖骨が折れてるわけじゃないんですけど、え、関節、肩甲骨と鎖骨の関節が外れてますって感じですね。え、なんで、うん、なんで全然、あの、脱臼って言うんですけど、これは脱臼ですね、いわゆる。初めましてじゃないけど、めっちゃ弾いてる。あの、脱臼ミュージシャンでやらせてもらってます。よろしくお願いします。それかっこよくない。今、期間限定でね。期間、いや、ずっとです、これ。え、一生。いや、あんまかっこよくない。なんか変な空気になってんじゃん、これ。だって、どう反応したらいいか分かんないもん。え、生まれつきとか、何年か前からとかじゃなくて、最近なった。デリケートなもんだ。何年か前ですね。あ、じゃあ、もう出会った時には、脱臼ミュージシャンだったんだ。はい、そうですね。あ、OK。脱臼しかしてこなかったもんね。脱臼しかしてこない人生。あ、もう乾杯したいらしいね。どんな人生だ。脱臼という脱臼を繰り返し。そうですね、もう抱きマスターみたいな形で。はい、抱きマスター。なんだとダメです。そして、はい、続いてね、あのコメントをいただいてるんですが、はい、天音瀬奈さんからコメントいただきました。おー、天音瀬奈ちゃん、お世話になってます。ありがとうございます。瀬奈ちゃんといえばね、あの、はい、富士くんの、はい、兄弟団体である富士くんの兄弟団体あの一番と同じようなね、富士プロデュースの、はい、吉岡開発の解体新書の、はい、僕もちょくちょく見させてもらってます。セナちゃんから来ました。タンバリンといえば、なおちゃん出てくる前ですね。ありがとうございます。なおちゃんでした。ありがとうございます。いただきました。もう ね、先日発売された、うん、はい、君と食べたい TKG、 あ、ね、ね、私、あの、作曲させていただいたんでね。あ、マジで今日むしろそっち聞きたい。あ、そうなの。あ、歌いましょう。一旦ね、一旦ね、はい、一旦ね、はい、一旦、いらっしゃいませ。はい、いただきます。いただきます。ようこそ。ここが一番盛り上がると。もうさ、なんか何、あの、飲みたいが勝っちゃって何なの。あー、じゃないのよ、このフランクな感じ。なんだこれ、大丈夫ですか。天音瀬奈ちゃんね、今、あの、はい、バースデーツアー中ということでね、東名阪近、はい、東京、名古屋、はい、大阪、金沢、うん、そして東京にまた戻ってくるというね。やっべ、最近誕生日だった、あの人。11月7日です。 あれ、おめでとう言ったかな、俺。あれ、言ってないですか。後で LINE でお願いします。行きましょう、僕、あの、その日の初日のライブ行きましたよ。はい、ね、先日11月7日に、はい、バースデーライブツアー、うん、開幕ということで、はい、頑張っていただきたいと思います。最後東京なんですか。そう最後東京、12月の12日かな、最後東京で。みんなで行きますか。行きましょうか。行きましょうよ、ね、じゃあみんなでお願いします。はい、行きましょう、はい、続いてコメントいただいて お願いします。ありがとうございます。はい、そっちね。続いてコメントいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。また京崎さんでいいのかな。
京崎さん、京崎みのるさん、またコメントいただいております。ありがとうございます。ね、かっこいい。奥園さんは最近 YouTube にも力を入れ始めたそうですが、おすすめの動画などあれば教えてください。おすすめはですね、やっぱ最新のあの街というのあのカバーをさせていただいたんですけど、カバー、はい、最新の街をカバー、違う、まあ、あの 最新動画で新興住宅みたいな堂本剛さんのあの街をカバーさせていただいた。ああ、曲名か、すいません、はい、分かりづらくて、それとあの今温めてるというか次出るのが、はい、ちょっと歌動画ではないものを、うん、あら、なんかやっちゃうの？やります、これはもう脱臼しちゃう、脱臼はしてもう勘弁してくれ、左も脱臼して嫌なんじゃん、してみた、嫌だったこれ大変なんだから大変。日常生活で何こま、例えばどういう動作が困るの、うん、いや、あの意外とこれ上がります。あ、すごい、大丈夫、外れてるけど上がるんですよ。なんで？でもクロールするとちょっと痛いかなって。日常はそんなクロールしないよ。クロールする人は気をつけてください。だから他なんかクロール例えばあのクロールする人はやんないよ。なんかフライパン振るのがしんどいとかさ、まあないけど、ね、なんか日常生活にもうちょっとこう直面するしそうなクロール、クロール以外ないんだよっていうことを考えて、今んとこないんだ。今んとこないから大丈夫そうですね。あ、運が良かったんですね。運が良かったと言っとこう。で、はい、イサポンからコメントいただきました。はい、ありがとうございます。イサポン、先日ねバースデーライブにも足運んでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは。ままいじってんな。皆さん調子良さそうなので安心しました。わらわらいじられてるいじられてるのこれ。そして返しもいいの出てこない調子悪いじゃんはい、ママの舞台楽しみにしてますっていうことでね、はい、こちらにちょっと置かせていただいてるんですけれども、うん、11月の30日水曜日から12月4日日曜日、阿佐ヶ谷アルシェにて7人の宇宙人というね舞台に出演します。なんと、なんと私はあの舞台女優、副業舞台女優でねやらせてもらってるんですけれども、副業がね、本業はなんと、そう、本業これ、そうそうそう、スナックのママだからなんと、富士くんが、お、出るとか出ないとか、出るとか、どっち、どっち、どっち出るんです。出る、おー、出るかい、すごい、すごい、まあ、僕の本業みたいなとこありますから、ね、あ、もう変わっちゃう、初めて聞いたな、男優、やっと本業、男優、男優って言い方はあれなんじゃないですかはい、俳優デビュー、男優デビュー、俳優でよかった、俳優デビューね。相手役は誰ですか、相手役は。そう、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、こちらにね、あの富士くんが日替わりゲストとして出演することが決まっております。12月の2日金曜日の回にね、はい、7人の宇宙 一番強い宇宙人役ですかこれ。あ、それはお前、それはダメだよ、あ、言ってた、あ、やべ、言っちゃった、やべ、言っちゃダメなんですよ、だよ全然内容知らないのにね直樹はねさっき聞いたわはい、そういうわけでこちらもね、ただいま絶賛稽古中でね、藤君あの日替わりゲストで、そう、僕が出るからには、はい、一番の曲を主題歌にしてもらいましたから、そうなんですよね、はい、まだすごいな、ズブズブでね、カミングスーンの新曲が使われます、はい、ここ皮切りに、はい、あれですから、おー11月30なんだけど、皮切りに、これ皮切りに、ここでリリースですから、あ、なるほど、そういう意味ね、そうなんですよ、3曲目になりますかね、はい、一番の3曲目を、3曲目、こちらの、7人の舞台、7人の舞台じゃない、7人の宇宙人 の、うん、あの舞台主題テーマとしてね、うん、はい、あの使わせていただきますので、ね、はい、だからもう曲の出来によっては地球の運命はちょっと怪しいかもしれないですうん、そう言うとりますけども、言うとりますけどもね、テーマ重くないし、何あの曲、うさ耳は何なん、そうね、あれね、宇宙人ならあんなもん使わずに倒しなさいよ本当だよ、普通に拳銃じゃねえか、めちゃめちゃローテクじゃん、拳銃じゃ倒せないんじゃないですか、ね、宇宙人は、すごいすごいじゃん、うん、すごいじゃん、だからちょっとこれ置いてるだけだからバレないかなって思ってたのに、ちゃんと用意してくださってね、ダメだよ、宇宙人、そんなこと言ったらお父さん見てるんですから、そう、三国志怒られちゃう、三国志、三国志の話しましょう、お父さん、お父さん後でしましょう、もういいよ、三国志の話しましょう、すごい今日ねコメントたくさんいただいてます、ありがとうございます、ありがとうございます、つよし 2.0 さんからコメントいただきました、ありがとうございます、つよしさん、今日は時間があったので久しぶりに拝見してます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、久々に拝見したら紳士、当たり会ですよ今日久々に拝見したら紳士さんの青の色味が強くなってる気がするいや俺らが薄くなってるんですよ、嘘、
そういう相乗青要素ないでしょ、どこにも相対的にね、相対あ相対的相対性理論、なんかこれ濃く なるのかな、体調によって体調で、いや、千代さん多分勘違いです。実際そうなんですか。強くなってるそうです、はい、いや、なってないです。そして、はい、そして、ね、このあのー、ね、強烈な青をね、はいはい、奥園さんの白がそれを和らげてくれてますね、というね。よかった。俺も実際青か迷ったんですよ。嘘、危なかったこれ。嘘、マジで。でも鳥越アズーリさんのテーマカラーは青なのよ、はい、あ、待って、じゃあどっちだよ。飛びとけよ、飛びとけ。次回募集があれば青でいきます。募集いいあれば、はい、青好きなんで、青好きなんで、うん、青と迷ったんだ。爽やかでいったんですよ。そうだね、爽やかで、ね、白も好評でよかったです、ね、さっき楽屋でね、藤君があの真っ赤の T シャツ着ててね、うん、確かに赤と青でうるさいねなんつって言ってたら、 あの全然もう普通になっちゃった。ユニフォームだもんね。コスプレですから。草野球のコスプレ。ハロウィン終わりましたから。いや、やってたろ。コスプレ一回出ましたから。続いてコメントです。はい、天音セナちゃんから再びコメントありがとうございました。ありがとうございます。脱臼の件についてですね。脱臼の件、脱臼の件掘り下げんの？おばあちゃんを助けて脱臼したんよね。これが、本当の話？はい。ということです。そうなんです。その人が面接に行ったところの、はい、会長だった。だったらもうなんかシンデレラボーブじゃん。今頃時の人ですよね。なんですけども、まあそうです。まあちょっとね。これどうしようかな。ああ！おばあちゃんのプライベートもあるよね。セナちゃん今日めっちゃコメントくれるじゃん。マジで？はい、そんなに？続けて、別のツイートで卵売っとけてます。卵売り終わったかもしれない。ああ、売り終わったね。そんなそんないいんです、私のお祝いなんて。藤君お誕生日おめでとうございました、ということですね。え、なんかお祝いしろって言ってきてるじゃん、それ感じ。あの、やっぱりお祝いしてないじゃん。そんなそんなのところだね。お祝いしてないんだよ。そんなそんなが結構ね。なんかよこせって言ってきてるじゃん。間接的に。まあ、あの、よこしましょう、それはね。うん、はい、よこしてください、それは。南條君則さん、南條光徳さん、南條さんからコメントいただきました。ありがとうございます。大丈夫？気をつけて、無理して動かさないでねっていう、多分、脱臼の件ですね。すいません、もうこれでも、本当に、治ってるようなもんなんでよくわかんないですけど、でもこれです。なんか結構ここね、雑に扱うとね、痛がるんですよ、この人。そう、雑じゃん今。だからあのなんかここはなってないんだよ。なんかでバランス取れてないんじゃない、でもなんかあの こっちも言っとかないと。これマジでこう ピアノなんちゃらってやつですね。でもボコって出てるんだよ、ここ。ピアノなんちゃら。ピアノなんちゃら。ほらほらピアノ弾きすぎてなるみたいな。出すちゃうんだ。ほら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 。いや、ほんまや。はい、でもあんま出すあんま出すなっていうので、あんまり分かんなかったね、うん、このボコってなってるの。ちょっと分かりづらかった。いや、ここ押すと結構気持ちいい。押すと気持ちいいは違うけどな、そういう。足つぼ。おもちゃじゃないから。痛いんだよ。それ一番痛いんだよ。グリグリが。打球なってなくてもね。なってなくても痛い。なってなくても痛い。そうです。すみません。ありがとうございます。打球触れていただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。あったかいコメントですね。あったかい。コメントすごいたくさんいただきまして。すごいですね、今日は。本当ですか。優しい人ばっかり。どんどん募集してますよ。こちらですね。あっちですね。こちら。あっちです。どんどん募集しますよ。あとアズパー FM つけて。ありがとうございます。つけてツイートしていただきます。何でもいいですよ。大喜利でも何でも出してください。あ、言ったね。お題出す、お題。おお。やるじゃん、お題。いや、来たらの話です。あ、なんだ来たらの話です。うわずるひよったなー。いやいやいやひよったね。やっぱ試しに一個っつって言う。フリップないから俺ら視聴者参加型でちょっとこうね。普通は自分で今言い出しっぺなんだから言わないね。それはいやいや、来たら来たら皆さん大喜利の方を万が一の話でしょ。雪田新一がやりますので、万が一、万が一紳士父から大喜利のお題が来たらやりましょう。一番ダークホースじゃん。から来たやつしかやらないの。限定なの。一番ダークホースじゃないですか。限定なでる。待ってますよ。はい、ありえる。というわけでね、今日ね、はい、すごいんですよ。あのこんなにコメントいただいて、ナオキャンの紹介も。まだまだね、あのしたいところではあるんですけれども。時間なくなっちゃった。時間なくなっちゃうのよ。なぜかというと、演奏をね、披露していただけるということでね。おなんでこのあんなに楽器持ってきたかということよ。コメントがもうたくさんいただいて嬉しいですね、これ。はい、さコメントをね紹介させていただきます。京崎みのるさん、ありがとうございます。京崎みのるさん、ありがとうございます。その説はうちの祖母がお世話になりました。あ、京崎さんのおばあさま。あ、うわー、嘘でしょ。知らんの。え、見てるの。いや、嘘でしょこれ。
って分かんない。でもどっちか分かんないけど、まあ、あの続きがありますので分かりにくい、分かりにくい。今でも奥園さんの CD をカセットに入れて聞いております。あ、これもしかして聞けてないね。聞けてない、そうだね、ボケてるね、あの京崎さんがね、ボケてる、入るわけねえじゃんカセットに。すごい、 CD からカセットに焼いていただいたってことですか。じゃなんで退化させてんの、ま、真面目で退化させてんだよ、京崎さん。面白い方ですね。せめて MD にしてよ。MD いっぱいあるな。懐かしい。MD。テレなやつあるな。はい。多分これはあのね、ウィットに飛んだジョークということでね。ウィットジョーク。はい。京崎ジョーク。名前がいいな。ね、京崎ジョーク、うん。素敵な。京崎さん。ザキが踏んで。なんかやってる方かな。さっきの埼玉の際だ、埼玉の際だよこれ。京際なんじゃないですか。ほらほら、でも京崎さんって言ったよね。それあんたが言ったからね。はい、喧嘩か。やだー。いや、お初にの方なんでね、京崎さんっていうのは。本当、はい、本当ですか、ありがとうございます。お初、お初の方、ずっと名前ロハスロハス。あ、すごい、またコメントいただきます。なんかアップだぞ。そろそろ歌った方がいいじゃない。とりあえずピータ事故るととりあえずアップ。そろそろ歌った方がいいじゃない。すごい、いただいて嬉しすぎるね、これね。はい、嬉しすぎますね。すごいですね、コメントたくさんいただいております。うん、すごい。サクポヨさんからコメントいただきました。またポヨさん、サクポヨさん、サクポヨさん、一つ1億円するタンバリン、はい、どんなタンバリン、はい、どうぞ。あ、これはじゃあ、これはもう、あ、やばいな、これ。はい、何これ、はい、何、1億円するタンバリン、どうぞ。5、4、3、2、1。使ってたのがエリザベス女王2世だのだった。はぁ。いや、ちょっと、もうちょっとちょうだい、もうちょっとちょうだい、ごめん、もうちょっとくらない。何よ、もうちょっとちょうだい。え、でもお題が悪いとか言わないよ、ね、いや、お題が悪くないです。うん、俺が5秒以内に答えられなかったのが悪いです。すいません。ああ、この空気で弾き語りする。すごい。ね、神田川とか歌うわね。ちなみに、正解。来たか、それ。正解なんでした。ごめんなさい、正解なんでした。正解、弾きたいですか。はい。1個1億円するタンバリン。はい。さて、どんなタンバリン、どんなタンバリンかですよね。5、4、3、2、1。振ったら、もう、1億円降りてくるんですよ、空から。なんで、おう、あれ、プラマイゼロだ、プラマイゼロ。すみません、なんかわけわかんない。はい。ダメなんだよ、苦手なんだよ俺は。まあ爽やかで、爽やか路線だからね、苦手なんです。別に面白いじゃない。全然面白くない。ごめんなさい、すみません、滑りました。じゃあどうしますか。はい、歌いますか。歌をね、はい、全然空気はいいですよ。そんな空気を変えちゃえるぐらいのね。待って待って、だってライブがあるでしょ、はい、この後12月のどっかで。そうです、まあ、また情報入れますのに向けてちょっとプロモーションみたいな意味合いで歌って、はいはい、最後の方にね、告知をさせていただきますので。だから直キャンの歌が上手いと思ったら、はい、あー、プレッシャーだ、来てよ。あー、確かに大喜利はつまんないけど歌は上手い、うん、確かに笑い入れてた、確かに。はい、というわけでね、はい、ちょっと準備がありますので、うん、はい、で、しんちゃんはここで聞くというね、あ、聞くという役割がありますので。 ありがとうございます。はい、僕もここで聞こうかな。あ、OK、うん、じゃあ、しんちゃんそっちずれて、うん、そうそうそう、ずれてずれて、はい、で、それギターをギターをギターをありがとうございます。完成ありがとうございます。おし、はい、おし、実はね、私ね、あんたじゃない、出演させていただくの2回目なんでね、実はね。お、そう、以前天音セナさんの回で弾かせていただいてるんですよ、ギターを。おお、そうなんだ。そうなんです、朝のあれで、朝のあれで、はい、そうです。では1曲歌わせていただきます。オリジナル曲を歌わせていただきましょうかね。永遠のキャニー、噛んじゃった。じゃあちょっと、いきます。あ、じゃあ、なんかよっか、どうしようかな。これまだ時間ありますか、全然ね。じゃあ、この曲は、僕結構ずっと活動して、長いんですけども、音楽活動。まあ、その中で、こう、活動するには、皆さんの、応援があってこその、活動で、まあ、その感謝の気持ちを込めて、思いを込めて作った曲になります。いや、何よりも大きなありがとう。聞いてください。
遅れば繰り返してくれる。気づけばそれが当たり前になってた。雨だって嵐が来たって駆けつけてくれたよね。いつだって君は味方でいてくれる。明後日もずっと続くわけがないのに、今度は僕が君を笑顔にする番だ。さあ一緒に行こうよ。君からもらった背中を押してくれる言葉、溢れ出すからきっと最後まで諦めないよ。何よりも大きなありがとう。いくらでもそこダメ君の幸せを願って歌い続けるよ。さあ一緒に行こうよ。君からもらった背中を押してくれる言葉、溢れ出すからきっと最後まで諦めないよ。手をつないで行こうよ。ちょっと待って、ずれてるよこれちょっと、いじったでしょ。えめっちゃ、やったよ。めっちゃ、ちょっとドキいじせてんだけど。いやでもいい曲でしょ。いい曲ですよ。はい、もういや、もう終わっちゃった終わっちゃった終わっちゃった。なんか自分も歌えなくてしょうがないんでしょ。終わっちゃったねこれ。ちょ、これめっちゃずれてる。お前いじったな絶対いじったよね。めっちゃずれてる。俺も歌いたい。ほらめちゃくちゃやな。じゃあ一回チューニングしてすごいじゃん。全然違うじゃん音。めっちゃずここだけは触っちゃダメだからマジで。本当だよ。それはミュージシャンでしょあなた。これ放送事故ねこれ。ちょっと。でも良かったです。良かった。良かった。すごい途中で、ね、ごめんなさい。気になっちゃって気になっちゃってやめちゃったけどごめんなさい。本当にごめんなさい。ちょっとこれ待って。忘れてるんだけど。えどこ触った？えここ。ここだよね。うん宇宙です。宇宙です。すごい途中で終わっちゃってごめんなさい。なんか聞きたかったな最後まで。すんごい途中で。いやいいです。でもいい曲です。はい、今日でもゆきたも一緒に歌えるようにお、あそうですね。用意してきてくれてるらしいから。ちょっと一番ガラス聞いてきたんで。ありがとう。ありがとう。出たがりゆきたもちょっと。はい。ここで。あいいですか。サビだけちょっとじゃあ。サビだけ。いいんすか。おいいですか。いける。行きましょうか。行ける？行きましょうか。じゃあ行きます。はい。あれ？待って待って待って。ナチュラルにずれてる。めちゃくちゃずれてる。ちょっとごめんなさい。ちょっとごめんなさい。ゆきたのせいじゃなかった説あるんじゃない？ねえ、ここそんなそんな触ってないけど。ちょっとごめんなさい。あ、すんごいずれてるんだよこれ。すごい。あ、大丈夫。大丈夫。ずれきゃんだよ。あ、いけたいけた。いいごめんなさい、ごめんなさい。はい、行きましょう。やってみますか。じゃあサビ行きますか。お、行きますよ。それどういう感じで行くの？ハモるの？ハモってくれる？ハモれますけど。お、じゃあハモって。あ、どうしよう。いいね。おお。じゃあ。ハモったことないけど。じゃあちょっと曲名から。ねえ、じゃあ聞いてください。一番で一番ガラス。行きます。一切合切振り切れ飛んで限界の先へ。明日を作るのは調査行動前。一酸化炭素振り切ったら何があるの。明日を作るのは調査行動前。感じが。あ、すごい。ありがとうございます。何？やっちゃうストリート。やっちゃうかい。ね。そんな手応えを今感じましたね。我々。チェリーズ入る。いいですか。X 枠で。ありがとうございました。ギター。
じゃあ僕の、でも消化不良なんじゃない、さっきなんかゆきちゃんもされて。あ、いいですか、もう一曲、もう一曲いい、ね、もう一曲いいの、もう一曲いいんじゃないですか。でもこの後あの曲流れるでしょ。あ、いいですか、じゃあ、うん、それちょっと、うん、やっちゃいましょう、うん、じゃあこれいいですか、うん、じゃあワンコーラスぐらいで、うん、結構早いですけど、でそれ一発やって、はい、原曲流してもらおう。お、確かに、さすが。曲名なんですか。キャンディーハニーベイビーという。素敵。どういうこと。飴玉の曲を作ってみました。お、私好き。皆さんありがとうございます。飴玉の気持ちになって聞いてみてください。難しいけどね、これね、うん、何色かな。何色、いろんな色で大丈夫です。そこは色は外に砂糖ついてるやつ、はい、砂糖、ちょっと体に悪そうなやつ。あー、ついてくてもついてなくても掘り下げなくていい。そこはサイズとかも。あ、サイズはね、こんぐらいかな。まあいいや、もうそれは。持つとこついてる、持つとこもいいんだから。それはペコちゃんいきます。いきます。じゃあ皆さん、最後の盛り上がってください。キラキラの棚飛び出した、見たこともない広い世界、大冒険の始まりさ。小さな洞窟では丸くなって怯えてたけど、君に出会い思い溢れて、人は自信があった僕になる。フローリングの坂道でどんどんスピードを上げてゆく。音中間はやめてよね、あたらおしまいさ。キャンディハニーベイビー、君が好き。どんなに住む世界が違っても、小さな恋が走り出した、愛しの君に会いに行く。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで、いいじゃん、いいじゃん、いい曲。振りありがとうございます。やったじゃん、いいね。これ爪は、爪痕しました。じゃあこれ捨てといてください。あ、ダメだね。貼っといて。貼っといてみたいな言い方で、タモさん的な感じで。あれ？今日やるって言ったのに。これ？え、いいよ。いいっす。大丈夫？これからだって流すし。これは。じゃあ、はい、今キャンディーハニーベイベー聞いてもらいましたけど。ありがとうございます。まあ永遠のキャンディーハニーベイベー、はい、お小遣いを直す。ハンダラッカー、今のやらせてもらってますけど、やらせてもらってるんですよね、はい、はい、この曲今なんかもうね、 YouTube とかもリニューアルしてね、はい、上げてきてる、ね、そうですね、うん、9曲入りのアルバムで、うん、今iTunes とかにもダウンロードできます。はい、サブスク配信してます。ぜひ、はい、おあのシャツなんだよ。すごい。ネクタイ風のシャツです。このね、タンバリン。だいぶ前。いやー、もうなんか流行ったね、この髪型。そうですね、一昔前。風がね、吹いてる感じの。そうです。海沿いなんで。歩きながら。石川遼みたいなやつも入ってる。ヒロゴルファーのね。やってます、確かに。いいじゃん、ありがとうございます。いいね、ドラム打ち込み、これは打ち込みです。ミュージシャンっぽい会話してる。本当に弾いてる、弾いてるわ。ぜひぜひ、はい、これ誰に向けてる。これはもう海の海坊主に向けて。見なくて普通だよ。すごい、普通でいいよ。すごいね、これ。なんかあった。ここにあった。MV もいいね、なんか。ね。ちょっと、あ、ここにあった。まるっと流そうよ。ね。これでも、おお、いいですね。エモい、エモい。あったあった。エモーショナル。エモーショナルですか。うん。お、はい。コメントいただいております。ありがとうございます。すごく嬉しい。アラッチからコメントいただきました。アラッチだよ。アラッチと言いますのは、道玄坂チェレジのね、はい、ベース担当しております。お、はい、地味系ベーシストです。そうなんですよ。私道玄坂チェレジのボーカルでもあります。はい、ね、そうなんですよ。今ね、披露していただいたソロ活動の方の曲とは全然違う、ガラッと違う直樹が道玄坂チェレジの方では見られますので、はい、ぜひぜひ
はい、アラチからコメントです。ナオキャンってスト2だけじゃなくて歌も上手かったんですね。知らなかった。いやスト2超もうそれ一番の話じゃんこれ。スト2はね、まあ唯一俺と戦えるやつ、はい、そうでしょ、ね、チュンリーでしょ、使うキャラ。いやただなんかそれなんか下心みたいになってるやつ。スピニングバードキックでスタートボタンを、エドモンドホンダでこうするみたいな。スピニングバードキックでスタートボタンを押して止める。赤でしか分かんない。はい、そして鈴木しのぶさんからコメントいただいております。ありがとうございます。いつもありがとうございます。しのぶさんもおなじみのねメンバーに乗ってます。メンバーメンバーのただいま昇進旅行に行っています。おお、笑えないやつだ。ママ大好き、あ、ありがとう。おきついな、昇進旅行からの大好き、きついな。ママはいつでもね、いつでもいつでも聞くわよ。スナックといえばやっぱ昇進を癒すところですから、話聞くからね。うんうん、はい。あと12月2日の18時の会に行きます。お、はい、お待ちしてます。ありがとうございます。え、いいですね。お、はい、12月2日に来られるわけですね。すごいね、藤くんをちゃんと見届けてくれる。お、はい、緊張してきたな。あ、嘘じゃん嘘じゃん。しのぶさんもう身内で固めようと思ってたのに。バカだ、客席をバカだね本当にバカね、あなたそうね、いかないですね。いやー、ですね、こちら7人の宇宙人、藤くんも出演しますし、ちょっとね、小話じゃないなんだ一石なんだちょっとキレが悪い。はい、一番の方にもゲスト出演してくれた大島美吹と言ったね、私ね、今失礼って言った大島美吹とちょっと合同企画で特典つけようと思ってますので、ぜひぜひ、こちらの舞台と美吹の方の舞台と同じ時期にやってますので。美吹は別の、美吹は別の舞台で、はい、池袋の方で頑張ってやっておりますので、よろしくお願いいたします。でコメント続いていただいております。ガンモトさん、はいはい、ガンモティです。ガンモティ今日すごいな。ガンモティは、一番のですね、動画撮影編集やってくれる、カメラマン兼、はい、うちのメンバーですね。記載ですね。ナオキャンだ。はい、で終わり終わり。正しいツイッターの付け替えでもつぶやくすごい、こっちにねコメントいただいてるっていうことなんで、ちゃんとアズパン FM つけてくれてるんですよ。ノーキャンダに、ノーキャンダよいしょはい、でそして、続いてコメントいただいております。花さん、はい、ありがとうございます。久しぶりのナオキャンの生歌だーっていう顔文字入ってます。ライブも楽しみにしてます。ありがとうございます。これはこれは全力のライブしますんで、よろしくお願いします、ね、はい、やべえ出てきた。あ、出てきた。お、このタイミングで出てきた。このタイミング、そうなんです。奥園直哉、これについてどっちしてください。はい、すいません、こちらがですね、12月7日水曜日に、はい、新宿ロットというところで、ワンマンライブさせていただくことが決まりまして、はい、オープン19時、うん、スタート19時半になりまして、読んでるだけじゃないか。このリスタートという意味はですね、まあ、はい、最近ちょっと思うように音楽活動ができてなかった部分がありまして、自分的にもなんかこう一度リセットして、新規一点のようなね、そうですね、再スタートして、うんうん、ここから勢いをか、このライブを皮切りにね、はい、勢い増していきたいなという思いを込めて、はい、いいタイミングで来たね、これ。すごい、すごいよね。忘れてたんじゃないですか。12月7日水曜日、皆様、小園直哉さんのライブの方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。タイミングが神がかってない。そうだね、すごいですよ。これからライブライブで、うんうん、なんやかんやで、で、ね、でこの今のライブもあるんですが、私もう一つの顔であります、はい、道玄坂チェリーズのライブがあるとかないとか、はい、あるんですね。こちらがですね、フライヤー送っとくの忘れたかな、はい、そうなんだよ、画像送るの忘れてたんだけど、おいおいおい、11月27日日曜日に、はい、因縁のね、他力本願さん、うん、という、ミュージック団体、なんだ、そう、若手ミュージシャンの、若手ミュージシャン、コミュニティがあるんですよ。誰ですか、ミュージシャン。若手ミュージシャンさんのコミュニティがあってですね、はい、そこの大将が和住和樹君っていうんですけどね、はい、僕は彼と因縁がありまして、はい、また宣戦布告された、去年かなんかにバチバチっていう企画があって、ね、はい、12月にね、はい、で、それぞれ僕も団体ですから、うん、団体の長ですから、はい、5組ずつ出し合って対象同士のやつですね、はい、そう、勝ち負け決めましょうっていう対戦型ライブイベントがあったんですけど、はい、まあ、すってんてんに負けまして、
吸っててにリベンジするのかな。負けたす。そう、ね、それのまあ、あれですね、はい、11月27日の 日曜日ですので、詳しくは一番のツイッター、インスタグラムの方で、はい、チェックをよろしくお願いします。道玄坂シリーズとして、はい、出演します。道玄坂シリーズのツイッターの方でも告知をさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕も強し 2.0 さんからコメントいただいております。すゆきたしんいちさん、はい、ずっと鳥声だと思ったら、はい、実は丸声でした。さて何何々声でした。まだ終わった。おお、仕掛けてくるね。終わったんじゃねえの？実は、実は川越でした。川越アズーリ、イエー。今日、埼玉県で。やばいな。鳥越アズーリ FM を敵に回したこいつ。黒沢出身だからって。本当にある地名言っちゃいけないのよ、そういうのは。わかる？こういうの言っちゃいけないやつなのか。そういうのはね、外していかなきゃいけないじゃん。外しちゃいけない、うん。でも、ママに聞いたところで、同じの帰ってきてた。これできるんですか？藤井くんもできるんですか？こういうのは。何がですか？こういう。実は。実は何々。ちょ、お題出して。お題。何？鳥越アズーリ。鳥越アズーリかと思ったら、うん、実は、はい。実は、鬼越トマホークでした。あー。あれあれなんか、おーあー。あー。藤井くんね、だいたいこう、IQ 高めでくんだよね。笑いじゃなかったな。確かに、これは。あーなっちゃった。でも、一番いいじゃないですか。はい、で、コメント続いて、サクポヨさんからいただいております。あ、サクポヨさん。そう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 。いい歌詞やなぁ。ありがとうございます。どこの部分？どれだ、どれだろうね。どの部分だろう、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして、あれエンディングがかかってしまった。早いよね。まだ宣伝もしなきゃいけないことがあります。はい、鈴木しのぶさんからコメントいただいております。ありがとうございます。3日は池袋に行きます。西田さんで予約してしまった。あ、わかりました。わかりました。ありがとうございます。来ていただいただけ、はい、報告。つよし 2.0 さんからコメントいただきました。奥園さんの歌、めっちゃ良かったです。おい、ありがとうございます。ギターだけでここまで聴かせてくれるんですから、CD とか素晴らしいんでしょうね。素直にテンション上がりました。やったやー、すごいじゃん。すごいね。そう、すごい、すごいです。やったね。もう、番組やってて良かったって思うよね、これ。ありがとうございます。ね、チェックしていただいて、ね、はい、iTunes、サブスクの方で。そうですね、YouTube にもたくさん動画上げられてる、はい、今度なんかバラエティ動画系のやつもやるんですよね。ちょっとバラエティって言ったらハードルが上がっちゃうんで歌以外の、うん、歌以外のいろいろやってきますので。そしてですね、はい、はい、ありがとうございます。名残惜しいんですけれども、コメントも本日たくさん、本当にたくさんいただきました。ありがとうございました。しい、で、私たちの一番、1年後に解散するロックバンド一番の、うん、何だったっけな、あの温暖海からこれを宣伝しろって言われてたやつ。一番あ、分かった。先日、先日ですね、聞いてください、はい、皆さん、富士くんのバースデーライブを、うん、10月の29日にこちらじゃないわ、はい、湯島のビストログロスグラッサさんでやらせていただいたんですけれども、そちら の, 映 像, あの映像が YouTube の方に20時からあと10分で上がりますので、皆さんそちらの方もチェックをよろしくお願いいたします。20時からやばい、もう温暖海から言われてたから言わな言わなと思って、ね、危なかった、危なかった今忙しい方も聞いてないです、大丈夫です。はい、でね、あのナオキは今日本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。素敵な歌も披露していただきました。ありがとうございます。ね、一番のメインボーカル、ゆきたしんいちとのコラボも ね, おうおうね、準備してきた。ありがとうね。ありがとうございます。準備してきていただいてありがとうございます。神々やる。私が言えなかったの言ってくれたんで。ゆきたの準備の悪さが。一番準備不足。準備不足。準備不足。不足ここだけ染めただけ。はい、ここお腹に星があってドロンパみたいな。ドロンパ分かんない人多いですよね。ドロンパ俺も分かんなかった。俺も分かんなかった。分かんないけど一応ね。活動ね。はい。はい、これすごい、もう、もう番組1分前ですか？いや、今日は。足りない足りない、時間足りないぐらい。そう、足りないのよ。楽しい。50分間でね、そう。楽しいです。いや、まあこっちは大変でしょうけどね。なんでだね。嘘だ。楽しいとかちょっと言ったけど。はい、というわけで名残惜しいですが、本日も本当にありがとうございました。たくさんのコメントいただきました。さらばじゃ。さらばじゃ。あ、終わりでいいのこれ。さらばじゃ。なおきゃんでした。ありがとうございました。ありがとう。20時からだよ。20時。できたらうるせえ。